私はバドミントンが大好きです。とっても面白いですから。そして友達を作ります。いい仲間を作ります。去年の9月から私のすっごく楽しい生活が始まりました。去年の8月に私は9月のシカゴのバドミントンオープンに行こうと思っていました。でもミックスダブルスパートナーがいませんでした。寂しかったです。でも私の友達の友達もパートナーがいなかったので、彼女は私のパートナーになりました。名前はユトンです。ユトンさんは中国人です。大学院生です。頭が良くて親切な人です。バドミントンも大好きです。洗濯機に会う前、私はユトンさんを全然知りませんでした。一緒にバドミントンをしたことがなくて、話したこともありませんでした。でも、私たちは強くなりたくて、バドミントンの試合で勝ちたかったから、1ヶ月間一緒にたくさん練習しました。私はユトンさんを手伝って、ユトンさんも私を手伝いました。そして、シカゴオープンで一緒に戦って、いい友達になりました。実は、去年、私はコートに立つと、いつもつまらないと思いました。諦めたくありませんでしたが、もっと強くなれませんでした。多分ユトンさんもそう思っていました。でもシカゴオープンの後、ユトンさんは私に会ったから、もう一度バドミントンが好きになったと言っていました。私はそれを聞いてすっごく嬉しかったです。私もユトンさんにパワーをもらって、もう一度バドミントンの快感が分かりました。今はコートに立つと、いつもやる気が出ます。私たちは一度会ったけど、お互いに会ったので、道を見つけました。だから、私とユトンさんは一番の仲間になりました。世界は面白いです。私はユトンさんを知ってから一番の仲間になるまで2ヶ月です。どうして早く仲間になりましたか？わかりません。でも、私はこれを習いました。友達の大変な時、心配して手伝います。一緒に楽しんで悲しみ、それは簡単じゃありません。でも皆さん、目の前にたくさん大変で難しい時がありますが、皆さんの世界はきれいです。一人じゃないですから。